面白くて音楽もかっこいい邦画5選というわけで、今回は映画について話す企画になります。個人的なおすすめといいますか、音楽がかっこいいというのを前提にして、なおかつ内容も面白いぞっていう映画を紹介していきたいと思います。では早速始めていきましょう。最初、それだけという映画です。石井岳侑監督の映画なんですが、2015年ぐらいの作品だったと思います。主演が染谷翔太さんです。でこれはですね、まず音楽の話をすると、ブラッドサシティブッチャーズの曲をめちゃめちゃに使っております。もうそれの曲ありきぐらいの映画です。なんならで、これはですね、本当にその音楽の音でかすぎてセリフ聞こえないとか、そういうのたまにあるぐらいに音楽がこう前面に出ている作品になります。まあ、ストーリーとしては、なんかその主人公の染谷さんはですね、大黒様王って名前なんですけど、そう、登場人物がなんかみんな仏様っぽい変わった名前で、それも面白いんですが、その大黒様王はですね、なんか戸籍がないんですよ。戸籍がなくてもう存在しないことになってる人間みたいな、本当にアンダーグラウンドな感じで暮らしてる、まあ、青年なんですけども、その彼が、まあ、そっから這い上がるというわけで、ね、のし上がっていく話なんですけど、となるとその町のギャングみたいなやつがいてですね、結局そいつだと対決しなきゃいけないですね。で悪の親玉をやるのが綾野剛なんですけども、この綾野剛が非常にかっこいい、非常にかっこいいです。ちょっとダークヒーローみたいな感じの入れ立ちで、演技もちょっと渋いんで、これはぜひチェックしてほしいんですが、その綾野剛 VS 染谷翔太の対決というわけで、まあ細かいことを考えるような映画ではありません。本当に五感で感じるような勢いでおりゃーっていう映画なので、それも含めて楽しんでほしいんですが、そのね、その映画の勢いに、そのブラッドサースティーブ・チャーズの音楽が合わさって非常にかっこいいという映画で、これは本当におすすめでございます。あのね、ちょっと暴力的なんで、めっちゃ暴力的なんで、そういうのが苦手な人は無理なんですけど、そういうのも楽しめる方は、いいんじゃないかなというふうに思います。とにかくその戦闘シーンがめっちゃかっこいいんですよ。これはもうなんだろう、男特有の感覚かもしれないですけど、バトルシーンがめちゃめちゃかっこよくて、それが熱いんで、ぜひ見てほしいです。もう退かないぞと、戦い続けるぞということで、拳銃を持って、それをガムテープでぐるぐる巻きにして取れないようにして戦いに行くっていう、非常に痺れるアクションとなってますので、そのあたりも含めてぜひ見てほしいなというふうに思います。一つ目それだけでした。で他にも石井監督の作品は狂い咲きサンダーロードですとか、爆裂都市バーストシティなどですね、非常に音楽がかっこいい映画がいっぱいあるので、ぜひチェックしてほしいと思います。続いてピンポンです。卓球の映画なんですけど、これはまあ結構流行った映画なので、ご存知の方多いかもしれませんが、音楽を担当しているのはスーパーカーになります。スーパーカーも日本のバンドで、この時の音楽は、まあ、初期の、まあ、ノイジーなギターロック系じゃなくて、もう完全にこうエレクトロ機に移行している時のスーパーカーが音楽をやってます。アルバムでいうとハイビジョンとかのあたりのスーパーカーと思っていただければいいんですけれども、原作は松本太陽の、漫画なんですが、これがですね、もう非常にこう人間ドラマとして面白いです。もう卓球の話なんですけど、それを卓球を通じて描く人間ドラマが本当に面白くて、主な登場人物5人いるんですけど、それぞれもあだ名があって、ペコとスマイルと悪魔とドラゴンとチャイナって5人がいて、でみんな卓球やってて、それぞれ別の高校にいたりするんですけど、共感できるような、感情移入できるような素晴らしいキャラクターたちがいますので、このストーリーも楽しみつつ、で実際の卓球のプレイシーンにおけるスーパーカーの音楽とかもちょっと結構マッチしてるんですよね。その卓球の感じと、それからエレクトロの音楽が意外と合うっていうところで、その辺も注目してみていただけるといいなと思います。非常に面白い映画です。ピンポンでした。それから、青い春もおすすめです。青い春は、今のピンポンと同じ松本太陽の、作品を元にした実写ドラマです。主演松田龍平さんと、まあほぼダブル主演に近いような印象を受けるんですが、新井博文さんと2人で、まあ高校生の不良の映画なんですが、シンプルなこう不良ドラマとかとはなんか雰囲気が違うということで、やっぱりその演技の素晴らしさ、ぜひ見てほしいなというふうに思います。松田龍平さんの今でこそちょっと落ち着いたかっこいいおじさん的な雰囲気を醸してますが、この時の、若くてなんかすごい美しい感じで、どっかミステリアスな雰囲気というのか、それがもう映像に収められてるだけですごい貴重なことかなと思います。それから、そういうクールな松田龍平さんと対照的に、新井博文さんはどんどん映画の中で変化していく役をやっていて、まあちょっといろいろ事件がありましたので、もうねなかなか見ることはできないような気もしますが、でもやっぱり彼が素晴らしい
役者さんだったっていうことが分かる作品なんで、その新井博文さんのギラギラした感じ、その怪演をぜひですね見てほしいなというふうに思います。で、そう、音楽の話だ。で、音楽の話は、するとこれはミッシェル・ガイ・エレファントが音楽をやってるんですよ。で、そういう不良たちの、日常の中で、ちょっとどぎつい暴力シーンとかもあるんですけど、最高にかっこいいタイミングでミシェル・ガン・エレファントがドカーンと流れますんで、そのあたりも注目して見てほしいなというふうに思います。全体的にこう意図的にちょっとトーンを落としたような暗い画面になってます。それもまた、独特の空気感を作っていて面白いのと、あとは、まあ、今をときめく俳優さんも結構出てるので、それも探していただくのもいいですし、ピースの又吉さんがもうちょい役で出てますんで、それも探してみてください。続きまして4つ目はデトロイトメタルシティです。これもまあそれなりに流行ったのでご存知の方多いかなとは思いますが、劇中の音楽ですね、これ非常にかっこいいです。非常にクオリティ高いと思います。で、松山健一さん主演の映画で、主人公根岸宗一はですね、本当は ミュージシャン志望なんですよ。本当はお酒とかコーネリアスに憧れてるんですよ。そういうスタイリッシュな、渋谷系ミュージックをやりたいと思って、東京に出てきた青年なんですけども、なんやかんやでなんかデスメタルバンドでデビューしてしまい、それがめっちゃ人気になっちゃうんですよっていう、まあギャグ漫画です。簡単に言うとギャグ漫画です。本当にふざけてます。で、そういう本当のやりたい渋谷系の自分と、一方でデスメタルの帝王として君臨する自分っていう、その間で揺れ動く主人公の様子とかをちょっとユーモラスに描くような映画になってます。で、これは僕は当時高校生の時にオンタイムで漫画を買って、ずっともう家でゲラゲラ笑いながら読んでたんですよね。で、その時は本当に楽しく読めてたんですけど、これが意外と大人になってみると深いというところがありますね。やっぱりこう自分のやりたいことをやらなかったりする人も多いだろうし、本当はこういうことしたいのに、なんか世の中から求められる自分は全然違う自分だったりみたいなところがあったりして、結構今見るとちょっと、あ、なんかリアルだなとか思ったりもしつつ、でもそのあまりのこうかけ離れ方、振り切り方が本当に面白くて、それが笑いになってるので、そういう苦悩する主人公の姿を見ていただくと面白いです。キャラも濃いです。で、当時の実写映画とかアニメになる前とかは、本当になんかネット上でその劇中の曲、ファンの人が劇中の曲を勝手に、まあ歌詞はあるんで曲を勝手につけたりみたいな、そんな投稿がいっぱいあったりして、それが結構盛り上がってた印象があります。で、それも本当にかっこいい曲、いろんな人が作っててという中で、まあオフィシャルなというか曲が出たのがこの映画版になるんですね。映画版だと本当にその主人公が憧れてるような梶秀樹さんがの、根岸くんが歌う本当はなんか冴えないポップスを作ったりとか、メタルの方だとね、オブリビオンダストとか、バンプスのカズさんが曲を作ったりとかして、非常にかっこいいです。なんか、まあ、デスメタルだと思って聞くと多分違うけど、シンプルに、まあ、ヘビーロックメタルミュージックとして聴いていただけると、結構楽曲のクオリティが高くて楽しいと思います。まあ歌詞は本当にふざけてるんで、まあその辺は本当に、まあ、ギャグだと思っていただければいいかなというふうに思います。というわけでここまで4つですね、ちょっと男臭いやつが続きましたので、最後1個だけ、もうちょいスタイリッシュなやつを紹介して終わりたいと思います。おとぎ話みたいという映画で、大和由紀さんという監督の、映画なんですが、これは出てくるバンドは、おとぎ話って、まあ、実在のバンドが出てくるんですけど、日本のバンドが出てきて、で、これはもうかなり雰囲気が違いますね。女子高生が主人公で、で、まあ、田舎の女子高生みたいな感じなんですけど、その中でちょっと自分の世界がちょっと強かったり、ちょっと自意識過剰な感じがあるんですけど、それを理解してくれる先生が現れて、その先生を好きになっちゃうみたいな話になってます。で、おとぎ話は本当に実在のバンドとして出演していて、その映画本編と映画の、まあ、カットと、それからライブシーンのやつとかがこう交互に行ったり来たりとかするような感じになってて、純粋にですね、おとぎ話のライブも楽しめるような作品になってますという不思議な構成になってます。これをきっかけに僕はおとぎ話をかなり大好きになりました。冒頭ボーカルの有馬さんが現れて、光の涙っていう曲を弾き語るシーンが冒頭にあるんですけど、そこでもうグッと、あ、なんていいバンドなんだ、なんていい曲なんだと思って、僕はおとぎ話が大好きになりました。で、主演は趣里さんですね、水谷豊さんの娘さん、もう今すごい売れてますね、趣里さんがやっていて、とってもその繊細なこう気持ちというか、結構女性視点なので、男性が見るのは見ても心からは多分理解できないような雰囲気もあるんですけど、それでも見ていて十分楽しめるし、とってもセリフ回しが詩的で練り込まれた文章になっていて、その
会話とか聞いてるだけでもすごい面白いです。で、おとぎ話もちょいセリフあったりするんですけど、そのおとぎ話の演技はなんかちょっと何とも言えない感じで、それもまた面白いので見てほしいんですが、おとぎ話みたいですね。そういう、まあ、少女の成長の話なんですが、その中でおとぎ話の音楽は非常に、いい役割をしてますので、ぜひチェックしてみてほしいなというふうに思います。はい、というわけで本当はまだまだあるので、もしかしたら第2弾をやるかもしれません。というわけでパッと思いついた限りで、邦楽で音楽がかっこいいかつ面白い映画、個人的なセレクト5選でした。ぜひ感想などコメントお待ちしております。ではご視聴ありがとうございました。